飛びしてる。やっほー、ツアーの日程発表されたね。うん、されました。みんなチェックしてくれました？7月24日が新潟で、8月19日が渋谷です。わー申し込むねって。やったー、ありがとう。楽しみです。めちゃくちゃ楽しみです。うん。はい、まずは新潟、渋谷です。もしだったら日程的にもし可能だったら来れる方はぜひ来てもらった方がいい感じだと思います。はい、そうなんです。はい、お願いします。今年の夏はライブがたくさんだねって。はい、そうなんですよ。わっ、エッサコイサーでひなたのソロ曲流れたよって。めっ、うえエッサコイサー出てないのに流してくれたの。好きなんだけど、ありがとうございます。はい、ぜひです。関西に来るのをお待ちしております。関西の方も日程さえ合えば、日程さえ合って来れそうなところがあるなら来てもらうことをおすすめします。はい、ぜひです。渋谷行きたい、ぜひ来てください。ツアー新潟申し込むよ、よろしくお願いします。久しぶりの香りママにも会えたねって。そう、今日は香りママのサウンド香りというラジオ番組、 BSN ラジオでやっている番組に出さすの収録があって、それに出させてもらいました。あとは新潟のメディアさん結構いろいろ取材受けたりとか、あとは、リモートで48タイムズさんの取材受けたりとか、あと48も受けさせてもらいました。あとは新潟日報さん行ってこのお土産もらいました。はい、じゃあ、肉茶のバームクーヘンをもらったので、肉ちゃんのおやつバームクーヘンを食べていく。この肉ちゃんはエルモじゃなくて、肉ちゃんは新潟日報さんのキャラクターで昔からいるの。そう、私のうちのカレンダーが一年中ニクちゃんだったこともあります。いただきます。バームクーヘン大好き。なんだこのバームクーヘン、うまいぞ。どこですか？丸屋本店か。そりゃうまいわけだ。うん、ふん、めっちゃおいしい、最高。なんか光ってるの、飛んでる蛍、火の玉、どっち。めっちゃ美味しい。しっとりしてる。うん、蛍の光なんだ。そう、そのヒュ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 って飛んでるやつ。何このタラタラーンっていうのは何？
うん、今日の TikTok 可愛すぎた。ありがとうございます。 TikTok を更新しました。ぜひ見てください。うわ、再生数上がってる、やったいいねとコメントしたよって、ありがとう、ちゃんと見たよって、いいねもコメントもしたって、ありがとうツイートしてしまった、ナイスじゃん、ナイスじゃんかやったやった、再生数 10K 超えると嬉しい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 、めっちゃ嬉しい。1年後に見ます。ダメです、1秒後に見てください、1秒後に見てください。はいそう、新しくベレー帽を買ったんですけど、そのベレー帽めっちゃ安くてびっくりしました。でもね、普通にめちゃくちゃ使える。今日インスタグラムも投稿したんですけど、その時にもかぶってる。うん。今見てきた。ナイス。うんうん。インスタもチェックしてもらいましたか？フルワンピール可愛かった。先輩からのお下がり、めっちゃ可愛いワンピースもらって、でもなんか着てくところ、どこに着てこうかなってめっちゃ迷ってて、で美術館行く機会があったの、ナイスタイミングでしたうん、バームいいなって、年輪屋、これ年輪屋じゃないんだけど、年輪屋のバームクーヘンもめっちゃ好き小っちゃい時これ一枚一枚食べる遊びやってたマジで行儀悪いうん、なちゃんベレー帽何個くらいあるの？結構持ってます。なんかそれでも減らした方なんですよ。多分今あるのは1個2個3個 4?4 かな、今うちにあるのは4か5くらいかな TikTok 見てきたんご、ナイスじゃんか1年後来るの早かったね結構持ってるんよね、確かに結構持ってる。カベシャの衣装もベレー帽だよね、確かにカベシャベレー帽だ。なんか髪の毛切ってからベレー帽担当になってるな。うん、そうなの。うん。ごちそうさまでした。何味のバームクーヘン食べてるの？普通のプレーン。食べてたよ。うん、確かにユナコの生誕タオルのイラストでもベレー帽かぶってる。あれ多分あれかな、カベシャを似顔絵で描いてくれたのかなね。ベレー帽担当ってあるの？なんか衣装によって、はい、ベレー帽、この人はベレー帽とか決まってるやつありますね。うん、ツアーでポニテ見られたらいいな。頑張りたい
そうなんです。ジイチロー、ジイチロー試してみて。ジイチローで読み方合ってるかわかんないけど、そこのバームクーヘンめっちゃ好きだよ。あとプリンも美味しいよね、そこね。うん。他にベレー帽担当いたかな。あー、今の壁写真だと、今日ちょうど劇場で取材来てたから、あのロビーのところで眺めてたんだけど、ゆうちゃんとゆなこがベレー帽な気がする。他にもいたかな、どうだったか。 TikTok めっちゃ可愛かった、ありがとう。ありがとう。アンジイチローで OK、 読み方合ってた。差し入れとかでたまにいただきます。そうで、なんかあの、私はバームクーヘンめっちゃ好きなので、ジイチローのバームクーヘンもらえるとすっごいテンション上がります。うん、初めて食べた時の衝撃が東京にはこんな美味しい食べ物があるんだって思いました。初見です、ありがとう。ほんまのレビューで次はバームクーヘン扱うしか。確かにバームクーヘンいろんな種類食べれたらめっちゃ幸せ。うん、めっちゃ幸せです。うんうん、お土産で売ってるものって意外と自分で食わんからなの。おお、そっか。まあ確かにそうだね。あの笹団子とかね、食べる機会そんなにないもん、実際新潟県民でも。あとはなんかよくお土産で配るのは、あの南蛮エビせんべいもうすごい有名だけど、私あんまり南蛮エビせんべい食べたことなくて。はい、そうなんですよ。ちょっと今からバームクーヘンの作り方習ってく、大変すぎない？わ、ツアー女性専用席があって女性ファンが盛り上がってた。それは喜ばしいね。どのくらいの席数があるんだろう、どんな感じなのか。 NGT だと多分初めてよね。だからどんな感じになるのか私もちょっとよく分かっておらんのですけども、楽しみです。はい、仙台市民が普段牛タン食わんのと一緒やな。あー、そうなんだ。私が仙台に住んでたら毎日と言っていいほど食べるけどね。牛タン大好き。うん、女性専用席は善悪の時みたいな感じかな。ねえ、どんな感じなんだろうね。県民会館のキャバは約 1800 なんだ。そうなんだ。あ、そんなものなのかな。新潟のさ、なんかコンサートホールみたいなののキャパってどのくらいなのか全然把握してないや。うん、ね、福岡市民は毎日ラーメン食べますよ。おー、豚骨？豚骨？福岡行った時豚骨ラーメン食べた。そこで初めて豚骨ラーメン食べたんだよね。でもラーメン好きだから美味しかったん。あー、すごい、1730、県民会館のキャパめっちゃあの的確に教えてくれて。テルさんも1500。あはー、そうなんだ。村上市民は毎日酒食べるんじゃないの。毎日食べませんよ。鮭はあの魚の中の魚と呼ばれるくらいすごい
あの村上にとってはあの大切なお魚なので高級品なんですよ。はい、だってあの国に献上するくらいだからね。はい、フォローしましたやった。6年前からひなたを知っている身からすると大人っぽくなったね。イエーイ、嬉しい。あ、そう、今日は全然話変わっちゃうけど、あのアルバムに収録されている一期生楽曲が、あの新潟のサウンドスプラッシュっていうラジオ番組で、はい、初解禁となりました。わー、私は出演してなかったんですけど、ミハとマリちゃんとナナコが出てて、でサウンドスプラッシュはあの昔一緒に番組をやっていた関田雅人さん、もじゃさんが MC やってらっしゃっていて、私タイムフリーで聞いたんですけど普通にめちゃくちゃおもろかったはい、すっごい面白かった。歌詞が聞きやすかったかな。確かにそうだね、なんか難しい感じで歌ってないもんねそう曲調好きすぎた、いい曲だねって、やった2番が聞きたいって。エモい番組は爆笑でしたね、本当に危うく移動中で声出すところだった、危ない。なんかもじゃさんもそうだし、かおりさんも今日お会いしてそうだけど、本当に加入当初からずっとお世話になっている方々だからこそ、なんかそういった方になんか今回アルバム発売するのを喜んでもらえると、なんかすごい嬉しいなって思います安定のモジャチルドレンでしたね、やったーやった、私は出てないからやったじゃないなおかしい、おかしいな青春時計の時モジャさんも MV 出てたもん、ね、確かに子さんみたいなこと言ってましたねモジャさん、青春時計の MV 出たんだからって言ってましたうん、すごい面白かったです。姉さんたちの安定感半端なかったよね、昨日よりも今日、今日よりも明日の歌割りっていうか、聞いてもらえたのかな、そう、歌割りどこだか分かりましたか。私はつぐちゃんと一緒に歌ってるんですけどまたって言われて、はーい、おいらも加入当初からのファンだお、ラブだおそうなんだよ、わかりましたかね、どこ歌ってたのか。最初の歌い出しがリカちゃんとマリちゃんで、その次が私とすぐ歌ってます。そうなんです、歌詞出てこい、後悔のない人生なんてきっとどこにもないんだ、明日こそこうしてみよう、思いは続いてるもの、何度もやり直して
夢に近づいてゆく。自分の過ちや失敗が成長させてくれるよ。そう、私が歌ってるのは、あの最後まで照らしてるのは何か心残りかってところです。はい、ぜひフルでもたくさん聴いてくださーい。お願いします。なんかね、意外とね、もうすぐ発売なので、ねえ、ツアーでも披露する機会があるんでしょうかね。あるでしょうね、きっとね。まず先と思ってるものは割とすぐないよねって、確かに。どんな衣装か、どんな衣装でしょうか、どんな衣装が着れるのでしょうか。まあでも、まあいつものやつとかなんじゃないでしょうか。はい、というわけでお楽しみに。あー、確かに、だから7月10日オンラインもすぐよ、すぐ。あーはー、確かに、あと2、3週間後にはもうイベント始まってるんだ。はっ、いやー、え、1週間、2週間、3週間ない。わお、そうだね。だから今回の申し込みで7月10日は最後なんだ、申し込み受付が。ぜひ会いに来てください。多分そこがアルバムの感想とかを一番最初に直接お聞きできる機会なのかなって思うので、ぜひ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 来てください。お願いします。やば、早、びっくり、それな。あ、7月10日参加するよ、よろしくね。あ、確かに、アルバムの発売翌日、新潟ロッツやライブやで。そのライブあれだ、クローゼットだ、クローゼット。すごい、なんだか、なんだかすごいいっぱいだ、すごいいっぱいだ。ひなたんとおしゃべりしたのは写真集を私から1回だけ。じゃあ2回目、2度目ましてはよ。お願いします。31日はツーショットに行きます。了解した、お待ちしております。ツアーグッズはどうなの、どうなんだろう。かわいいグッズ作ってほしい、かわいいグッズがいいの。かわいらしいグッズがいいな。燃えてる写真で押しうちわとかがいいの。ツアーでもガチャあるのかな、ありそう、わかんないけど。なんか適当に言っちゃうけど、はい、素
タッフ、よろしくお願いします、グッズセンスありますように、くさまあきっといい感じにしてもらえることを願って、はい、私は信じていますよ漏れてないグッズなんてあったの、え、めっちゃあるよ。今回の公式 SNS で発表っていうか公開されてってるアーシャー写真が今回一番目に出たんですけど、なんか個人的にはあんま漏れてないかなみたいな感じで、はい、あんまし漏れてないかなみたいな、個人的にはね、そうみんながいいならいいんだけど、はい、自分で選べたらいいのにね、それな。でもやっぱりその写真とかって自分がいいなって思ったものが必ずしもなんだろう、第三者の目から見ていいとは限らないから、うん、でもなんかちょっとくらい候補こんな感じだよみたいな感じでさ言ってくれたら、あーなるほどこれとこれがこんな感じね候補って思えるのにね多分時間がそんな確認を取ってる時間がないんだろうね結構今回のアルバムスタッフさんもギリギリな中いっぱい尽力してくださっているので、アルバムもツアーもで、そこに重なるあゆ太郎の卒業公演という、なんか結構今日皆さんにお会いしたらカオスな感じな匂いがしました。はい、夏すごい忙しそうなのでイベントとかもたくさんあって、なのですごいカオスな匂いがしました。なのでみんなもお仕事で忙しくなってほしいな、サニー活動してね頑張ります、ます、クレイジーだねクレイジーだねそうなんだよ。バカンスで海外でも行きたいですか？バカンスで海外でも行きたいです。わかんない、バカンスがどうなのかちょっとよくわかんないけど、うん、でも海外あんまり行ったことないから行ってみたい気持ちあります。蒸し暑いね、確かに蒸し暑い。なんか今日移動の車がめっちゃ寒くて外があったかいみたいな、なんだろう、夏に謎に起きる謎現象を数回体験しました。夏だと思ってびっくりした。うん、新潟暑い、今日はそんなに暑くなかったかな、暑くもなく寒くもなくかもなく不可もなくでした。はい、3期生と会いました？会ってないです。そう、なんか結構そのアルバムのプロモーションでいろいろな媒体さんの取材を受けさせてもらうことが多いんですけど、それと同時にツアーのお話だったりとか3期生のお話とかこれからの NGT についてのお話を結構させていただく機会が多くて、ね、なんかよく3期生も加入されてみたいなお話になるんですけど、私はまだお会いしてないので全員と、そう全員と会ってないからちょっとなんかいつも結構タチタチって感じです早く会えるといいねって。はあ、そうなんですよ。なんかね、会った人と会ってない人がいて、
まあ多分それは何かの撮影なのか何なのかはちょっとよく分かってないんですけど、私は会ってないです。面白い子いるかなって、なんかスタッフさんに今日聞きました。そのあんまりにも取材の時になんか聞かれるから、なんか面白そうな子いますかとか、なんかどの子が、あのスタッフさん的にはどの子が注目ポイントですかみたいな、ちょっと聞きました。ひなた2期生の時も遅かったよ。そうだったっけ、全然覚えてない。うん、早く名前覚えてあげてね。もうでも会ってないから何とも言えないね。ひなたん今夜漏れてるね。あーん、ありがとう。ななみみたいな人またいたらやばそう。ななみは全然やばいけど、やばいっていうか面白い、うん、やばくはない。すごいしっかりしてるし常識人だし、一緒にお仕事すると助けられることたくさんあるよ。盛り上げ上手だし、なんか周りの空気を読む力がすごくあって、お仕事やってる時助けられることたくさんありますよ。ななみん初めは正統派だったね。初めはそうなんですよ、やっぱりね、 NGT に正統派って私しかいなくて、はい、そうなんですよね。加入当初からずっと貫き続けてる正統派ってやっぱり私しかいなくて。え、違う？そんなことあると思うんだけど。なんかコメント欄が思ったより冷たい。思ったより冷たいな。なんでモフとかと比べたら絶対余裕で正統派なのに。バチゴリの正統派ですよ私は。怒るぞ。そんな微妙な反応すると。本当に。モフちゃんと比べられても、あ、モフと比べるのは違う。でもなんかモフ、これモフさ、アイドル卒業してからさ、まあ普通に生活してるんですけど、まあそれはそう、あの 困ったことあるって言って、何って聞いたら、なんか人の話を聞くときこうやっちゃうって悩んでましたよ。アイドルでこれは許されるけど、あの普通に生活してる中でこれは許されないから悩んでるってって言ってた。ずっとおもろいんだよな。アイドル時代やってたっけ。いや、なんか自然と真の髄から出るアイドル性がにじみ出ちゃうらしいですよ、やっぱり。さすが正統派ってね。ねえとかって。はい、でも本当に面白いです。モフちゃんうちの会社に就職してほしい。言っとくね、じゃあ就職先あるよって。わかんないけど。はい、本当にずっと面白いです。アイニャとかも卒業してからもなんか永遠に私たちの話を回し続けてくれるし、ずっと MC やってんの、アイちゃんは。ずっと MC やってて、なんかいつもより喋りやすいなと思ったら、あ、アイちゃんがいるからかと思って。はい、本当に助かります。同期と一緒にいると助かります。
愛ちゃん優しい習慣やん、職業病。確かにこれは職業病だね。ノエ、ノエはなんか普段から大きい声はあの声量を普通の方は出す機会がないので、出せないって言って、私とかと会う時にすっごい大きい声でなんか喋ってます。記者集まると賑やかだよねって。はい、すごい賑やか。なんか一気に賑やかになるし、なんか一人増えただけで一気感が強くなる。どういうこと、我慢できてるのか。ひなたの職業病は何だろう。何だろう。そんなになくない、一期生みんな同時に喋るって。そう、めっちゃ同時に喋るんだよね。だからやっぱりアイニャがいてくれないとダメだし、リカちゃんがいてくれないとダメだしみんなが一斉に喋りすぎちゃうからはい、そうなんですよ。大きい声出したくてうずうずしてたんだって。はい、そうみたいですよすぎるメンツやねって。確かに今思ったらね、今思ったら濃すぎ濃すぎ濃すぎ、あ、もうもう濃すぎてお腹いっぱいになる意味わかんないもん意味わかんない。1期生のメンバーを思い浮かべたらだってそこにさ、ミーズンとか大滝とかもいたわけでしょ。怖い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 。うん。ねえ、びっくりだよ。ね、なんかどんどん新しく LGT48 もどんどん新しいメンバーが入ってきて、なんか。なんだろう、どんどん変わっていくなっていうふうに思うけど、でもそれもグループのまた良さというか、いいんじゃないかなと思いますよ。1期生の中だと本間さんはあっさり味ですかね。ええ、もちろんそうですよ。私なんて全然影薄いんで、はい、1期生の中ではしっぽりとやらせていただいておりますよ。ありがとうございます。ん、ひなたんも濃いメンバーのうちの一人ですから。そんなことないよ。ん、全然全然、私なんて何の味もない、はい、しがない規制という名ばかりのアイドルなので、はい、本当に入れさせてもろって本当に感謝しております。まあ、みんなが見つけてくれたからなんとかやっていけてますよ。私はありがとう、ありがとうね。本間さん見てると胃もたれします。全然あっさりあっさりあっさり背脂あっさり背脂ですね。はい。よろしくお願いします。最近滑りキャラを封印しているのですか。あー、滑ってない。やった、よっしゃ、嬉しいやったやったやった、嬉しい。いや、嫌って何？嫌って、嫌って何で
滑り通したんじゃない違う違うってなんか真面目に違うとか言われてる、うん、滑りの向こう側にいるんやね滑るよね背脂は滑るよね背脂はね滑っても流しているだけかとありゃもっと滑ってもいいのにねえそれでさいいよいいよって言っといてさ滑った時にさみたいなさ顔してくるのそっちじゃんそれ良くないと思うんだよね私のハートが傷つくからなんか勝手に優しくしといて手のひら返しみたいなそういうの良くないと思うんだよね習わなかった心のノートやんなかった道徳で私最近理不尽な人に会うと心の中でねこの人は心のノートやってこなかったんだなって唱えるようにしてるのはいあの道徳の時にやる心のノートっていう教材はいあの世代な人と違う人もきっといるかと思うんですけどはい小中とめっちゃやった懐かしすぎる懐かしいよね水入ってたそう私は道徳の時に心のノートやりましたでも確かに最近なんかすごい滑りキャラでいじられることはなくなったねなんか後輩とかもうなんかごちゃごちゃで活動する機会が増えたからなんだろう滑らしてもらえないっていうのがはいあの本音かもしれないですねうんそうなんかあの先輩の立ち位置に一応当たるわけだからなんか後輩のみんなが例えばあの喋ってる時にフォローしなきゃとかそうなんかあんまりうんこう同期も少なくなってきましたし同期同士でこうわちゃわちゃ喋る時くらいしか出てこないのかもね、うん、はいあの後輩の前だとなんか後輩別に突っ込んでくれないからなんかそんな空気にするのもちょっと悪いなみたいなそうなんか場をいてつかせて終わるだけだからなんか同期はもうみんな私が何喋ってもなんか収集してくれるけどそうそうそうだからかなそうなんか多分ニキとかドラさんのみんなはなんかこの空気どうするんすかで終わりそうだからちょっとそんなお仕事は授けられないわなんかお互い辛い思いして終わるだけだからなんか変なことは喋らないようにしてますあーななみは割と言ってくれる方ですでもななみがいない現場も重いからはい、うん、そうねうんそんな感じ
というわけで、もうよろよろ、もうよろっと、11時、わお。みんな早く寝た方がいいんじゃない？明日もお仕事学校あるんじゃない？あったりしちゃうんじゃない？またお話し会楽しみだね、楽しみだね、来てね、バイ。明日も早いので寝る時間です。はい、寝ましょう。愛南があります。わお、愛南は見なきゃだ。もうそろそろね、クライマックスに近づいてきてますから。はい、そうだよ。最近朝まで寝れん、あー、寝てください。睡眠大切なので、寝てください。いっぱいいっぱい食べて、いっぱい寝てください。お願いします。ダンス部完結か。ダンス部でやってたメンバー本当に頑張ってたので、ぜひ見てください。お風呂入ろうと。お風呂サボっちゃダメよ。なんでそんないつもサボってる人みたいな言い方するんですか。別にサボってないし、サボってないし、昨日だってめっちゃ早く寝たし、その前の日だって全然お風呂入ったし、なんかいつも風呂入ってないみたいな言い方されるけど、全然余裕で毎日入ってるし。毎日入ってないキャラとかやめてください。毎日入ってるんだから、ちゃんと夜に、ちゃんと歯も、毎日歯も磨くんね。歯磨いてるよ。歯なんて一番磨いてるよ、私。もう、はい。ちゃんと磨いてるし、もうちゃんと、ちゃんとお風呂入って、ちゃんと髪の毛も乾かして、はい、寝てますよ。今日めっちゃいじられるやんって。ねえ、止めて。みんながいじり倒してくるの、止めて。朝入ってない、本当？朝入ってない。でもたまに諦める日もあるけど、うん、10日に1回くらい、それは本当に。でも寝落ちするときはマジで歯磨きはちゃんとする。でメイクもちゃんと落とす。コンタクトも外す。なんかね、髪の毛乾くのがめっちゃ時間かかるようになって、その一回ハイトーンにしたら、そう、全然髪の毛乾かなくなっちゃって、はい。なのでこの長さでね、乾かすのね、15分くらいかかるの。やばくない？なんでこの長さで15分もかかるのっていつも思うんですけど。今コンタクトしてます。クリアコンタクト、目悪いからね。そうなの。だからこの髪の毛いつも一生懸命乾かした。でも乾かさないと傷んじゃうから。はい。なのでまたもろもろ告知等々あるかと思いますが、もしよければチェックしてください。はい、
じゃあ壇上に上がってくださった皆さんのお名前をお呼びします。13位しもじゅんさん、ありがとうございます。12位ナースボーイ星サニーナースさん、ありがとうございます。11位イカチさん、ありがとうございます。10位マキアートさん、ありがとうございます。9位しゅんさん、ありがとうございます。8位ラーメン大好きさん、ありがとうございます。7位 NGH グランシェフさん、ありがとうございます。6位ゆずきちさん、ありがとうございます。5位ひろさん、ありがとうございます。4位黒色のデメキンアットサニーさん、ありがとうございます。3位ピースのおっさん、ありがとうございます。そして2位ゆうきさん、ありがとうございます。1位さとよしさん、ありがとうございます。そしてたくさんコメントくださった皆様、感謝感謝です。ありがとうございます。見に来てくださった皆さんもありがとうございます。というわけでまだ TikTok と Instagram チェックしてない方は見てから寝てね。バイバーイ、おやすみなさーい。フフフフ。